歴代の都督をはじめとした将らの働きで孫悟は劉備を退けた。この勝利は決鈴の観念出番みてえだな。なるほど。お援軍到着まで何としても耐え抜きます。まずは本陣付近の敵を掃討してください。どういう戦も燃えるってもんよ。さあ派手に暴れてやるぞ。仕留めたぜ。本日の兵糧はあとわずか。援軍が来るまで持つかどうか心配していても兵糧は増えないぞ。今は本陣の守備に集中しろ。私も見習わなければ。エクソンだろ。兵糧を持ってまいりました。今そちらへ向かいます。その首くらい受ける。いざ。無駄よ。どの本陣じきに陥落させられるわ。孫成殿が義の異変に襲われたようです。急いで救援に向かいましょう。では俺は兵糧を本陣へ運びます。こちらも長江殿に続こうか。さあ影部隊出番だ。影なんざ絶対やらせるもんかよ。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。
無事本陣に到着できた。皆待たせたな。兵糧を持ってきたぞ。おお、孫成殿。あ、兵糧も無事だぞ。ありがてえ。これで希望が湧いてきた。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。タケールの相当できたようですね。これで本陣が燃えることはないでしょう。長江殿、お待たせした。宗主公、今日は五軍を貫く矛とならん。行くぜ。南東に敵の増援が来たようですね。これで三方が囲まれてしまいましたか。行くぞ。東の跳ね橋を上げるんだ。それで敵の進軍路は一つ潰れるぞ。行くぜ。お見事です。行くぜ。戦は知略でするものぞ。知るなよ。私の知略が破れようと。だから今日はここまでだ。お見事です。私も見習わなければ。
本音か。探査の収束は本陣も安全でしょ。よっしゃ、ひとまず落ち着いたな。俺らが義の奴らなんかに負けるかってんだ。ごめん、まだ悪あがきをやめぬか。ならば我らが押しつぶすまでよ。敵はもはや虫の息よ。とどめを刺す。ここは私たちの大切な地、絶対に守り抜くわ。もはや耐え忍ぶことはない。羽根橋を下ろし、孫悟の進路出せん。なんという強さ。ここは引く。行くぜ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。その首もらい受ける。いざ鮮やかなお手並みですね。お見事です。突出すればどうなるか思って死ぬがいい。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。行くぜ行くぜ。
不器用な策だが、受けていただこう。我慢できる。守るべきを守り、撃つべきを撃て。まさかここまで攻めてくるとは。さすがにここでお引き取り願おうか。チクシュン、これじゃ突っ込めねえ。他から回り込むしかねえな。その勇士に惚れ込みそうです。バーン、本当にすげすぎる。行くぜ。これで勝ったと思うなよ。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。私がお相手し行ってきたぜ。戦は知略でするもの。後ろ見せてやるぜ。おい、知るがよい。私の知略が破れようと。お見事です。私も見習わなければ。田舎武者が随分とあがいた。それが虎狼であると教えてやろう。ここにたどり着くとは褒めるしかないな。うまく引きが惜しいくらいだ。
ってきたぜ。なんとか魏軍を撃退できましたね。この勝利、皆さんの奮戦の賜物です。